まずサマリーです。1、20年来のオーディオ仲間からスペンドールの中型スピーカーを手放す相談を受ける。以前軽井沢オーディオ合宿などで交流を続けておりますチンクチェントさん、こちらからスピーカーを手放す相談を受けました。2、メインスピーカーのエラックの調子が良く出番が減ってきたとのこと。理由としましてはメインスピーカーが非常に調子が良いので若い頃から使っていたスペンドールのスピーカーを手放したいという話でありました。3、スペンドールは私の使っている LS35A と同じメーカーなので真空管アンプとの相性が良いことを確信。で、この相談を受けたですね、スペンドールのスピーカーは BC2 というスピーカーでですね、私の LS35A と系統が同じということもありまして、これはもう真空管アンプと相性がいいスピーカーだなということがピンときた次第です。4、稼働していない真空管アンプを持参してミニオフ会を開催。いや、押し付け気味な話だったんですが、ぜひ真空管アンプを持っていくからそのスピーカーをそれで鳴らしてみようよという提案をいたしまして、ミニオフ会を開催いたしました。5、想像通り相性がとても良く、スピーカー手放すのをやめアンプを預けることに。実際やってみましたらですね、予想通り相性がとても良く、やはりそのスペンドールのスピーカーを手放そうのやめようという話になり、またついでにその相性の良かった私の持参しました真空管アンプをしばらく預けることにいたしました。6、まとめということなんですが、今回別動画といたしまして空気録音も録音してきましたので、そちらも近々公開予定というふうに考えております。次のページ。1、20年来のオーディオ仲間からスペンドールの中型スピーカーを手放す相談を受ける。スピーカーはヤマト運輸が通常配送では受け付けなくなったなど、ヤフオクなどでの転売の難易度が上がった。これは昨今のですね、オーディオマニアもいろいろヤフオクが使いにくくなったということで認知されていると思いますが、オーディオ機器の売買の場所としましては歴史が長く多くのマニアが注目しているヤフオク、こちらでですね、大型スピーカーっていうのを扱えないと以前なりまして、じゃあメルカリにするのかというようなこととか、いろいろ悩みが増えてきたということがあるかと思います。続いて、本来実力のあるスピーカー、スペンドール BC2 ながら日本での知名度が今一つで、30年以上使用したもので大きさが最近人気の高くない中型ということで、値打ちに近い価格での放出は困難か。で、やはり中古で手放すとなりますと知名度というのがやはり大きく左右しますので、正直あまり知名度のないスピーカーですと本来の値打ちに近い価格っていうのはかなり厳しいかなというような話をまたああでもないこうでもないとした次第であります。こちら今映っておりますのがスペンドール BC2 です。で、一方でこちらが我が家のスペンドール LS35A、 まあ同じ系統のスピーカーだということがこれを見てもわかると思います。トラディショナルタイプ、平面的なバッフルに木製のエンクロージャーという形で伝統的なスピーカーの系譜ということになるかと思います。次のページ。2、メインスピーカーのエラックの調子が良く出番が減ってきたとのこと。メインスピーカーの調子が良いということなんですけれども、現状リンの DSM っていうのはネットワークプレイヤーとアンプが一体型という機器なんですけれども、これとですねエラックという非常にですねクールな組み合わせですね、このシステムが好調だということでありました。こちら今映っておりますのがリンの DSM です。 DSM のアンプ回路と同一のメインアンプを加えてステレオ2台のバイアンプに矢印、市販品の無改造の活用としては効果的な方式。エラックのスピーカーがですねバイワイヤリング対応ですので、ステレオアンプ2台活用しますとバイアンプというのが簡単に構成できてしまいます。現状そのやり方で鳴らしていて非常にバランスが取れ調子が良いという話でありました。で、今こちらに映っておりますのがリンの DSM です。デジタル領域でいろいろなイコライジングができるという機能があったりしましてですね、例えばスピーカーの銘柄と部屋の広さ、レイアウトなどを入力しますと、それに最適なイコライジングを自動的にしてくれるというようなかなりお利口さんな機能もありましてですね、結構いろいろ楽しめると。で、実際ですね、私が聞いた時はあえてバイアンプではなくてリンの DSM で通常のステレオアンプ1台という構成で聞かせていただいたんですが、それにしてもですね、今映っておりますエラックのスピーカーはウーハーのサイズが10センチという小型なスピーカーであるのに対して、実際に音を聞きますとちょっとそれが信じられないような良感
感たっぷりで 40Hz までの重低音を聞かせてくれます。以前はエラックの 16cm ウーハーというタイプのスピーカーと両方所有していたようなんですが、いろいろ使用してみまして、低域に関してもこの 10cm ウーハーで十分じゃないかということで 16cm ウーハーのスピーカーの方は手放したそうです。実際ウーハーのですね、前後に動く可動領域が 4cm もあるらしくて、まあその縦の動きですね、ということでかなり低い領域の低音も聞かせるという仕組みだそうです。次のページ。3. スペンドールは私の使っている LS35A と同じメーカーなので真空管アンプとの相性が良いことを確信。でまず複数社で製造販売の LS35A の中で所有しているのはスペンドールとありますが、我が家で使っております LS35A というのは有名なですね BBC モニターというタイプなんですけれども、 BBC モニターとはどういうことかと言いますと、イギリスのですね公共放送といいますか国営放送の BBC のですね音響技術局が自社の放送局で使用するスピーカーをかなり高い性能を求めて開発したと。その中で LS35A というのは小型のスピーカーで中継車などにも載せられるような持ち運びが楽にできるというようなスピーカーとして開発されたものです。開発したのがですね、日本で言えば NHK というような公共的な企業ですので、実際にその製造販売につきましては複数のメーカーが手掛けたと。かなりいろいろなメーカーが手掛けているんですけれども、その中の一社スペンドールというのが私の使っております LS35A です。スペンドール自体がですね、やはりこの BBC モニターといいますか BBC の技術をバックボーンとしてスピーカーを開発製造販売していたメーカーですので、今回の BC2 というのもですね、まさしく BBC でモニタースピーカーとして使うという意図を持って設計されたシリーズではないかというふうに私は認識しております。このイギリスのトラディショナルタイプのスピーカーは真空管アンプとの相性も良い。開発された時代がですね、ちょうど真空管とですねトランジスターの端境期ですので、おそらくどちらでつないでもうまく鳴らせるというふうな意図を持っていたのではないかというふうに思います。現実問題としましては、小型の LS35A の方はかなり能率が低いので、真空管アンプの出力ですと少し不足気味になるはずなんですけれども、実際つないでみますと比較的小出力の真空管アンプでもうまく鳴らせたりします。これはちょっと不思議な現象で、実際我が家でも小出力のアンプでも鳴らしたりしております。 BC2 になりますとウーハーが 20cm というサイズになりまして、能率もですね 90dB ということで、これであれば普通に真空管アンプで鳴らしても十分いけるのではないかというふうに考えられます。ネット上でこのスペンドールの BC2 について調べますと、イギリスの伝統的なスピーカーによくある話ですが、非常にクラシック再生に向いているというような評判があちこちで見られました。続いて、昨年のインターナショナルオーディオショーでもトライオード視聴室のスピーカークラシック100、希望小売価格ペア税込みで132万円、こちらが最も好みの音だったというか、まあ少し驚きの高音質でした。これは空気録音で過去動画として公開しております。続いて、今回の BC2 もそれよりはというのはクラシック100よりはという意味なんですけれども、小型ながらキャラクターは近いものと類推したということで、現代的なスピーカーと比較してもまだまだ十分いけるんじゃないかというふうに類推いたしまして、ミニオフ会に臨んだということになります。次のページ。4. 稼働していない真空管アンプを持参してミニオフ会を開催。まず過去の経験から真空管アンプをまともに体験したことがない人に聞かせると、目から鱗ということはたびたびあった。もう私も20年以上ですね、真空管アンプの愛好家をしておりまして、かなり早い段階からサイトを通じて真空管アンプの良さをネットなどを通じて広く呼びかけてきたんですが、いろいろ使ってみてですね、真空管アンプよりもトランジスタアンプに落ち着いたよというような上級者と違いまして、実際にちゃんとじっくり聞いたことがないという方の場合はですね、アンプを持参して実際に聞いていただくと、おおむね目から鱗というような驚きを持って受け入れられる
されるという経験が過去に幾度かあります。続いて、真空管アンプに偏見を持っている人がとても多い。矢印、ボケた音、やわやわな音、帯域が狭く、ハイレゾに対応できない、ハムやノイズが多い、出力が小さく、スピーカーを十分ドライブできない、などなど、実際に使ったことがあまりなくて、想像だけで物を言う人にとっては、こういう思い込みといいますかですね、私からすればちょっと偏見じゃないかなというような方がとても多いと。私も実際この世界に入る前は、全くそういうよく知らないがゆえに古臭い音なんじゃないのかなというふうに思っておりました。次の矢印、そういう傾向があることは事実で、あながちこれは全て偏見で間違いだということでもないということはあるかと思います。次の矢印、昨今の自作や市販アンプはハイレゾも十分楽しめ、帯域の狭さは感じさせない。真空管アンプの中でもですね、かまぼこ型という特性で重低域とか超高域ですね、それはもう出ないというタイプのアンプはあるんですけれども、比較的それらはトランスがですね、昔の部品、かなり古い設計のトランスというものが多くて、昨今の真空管アンプに使われております出力トランスに関してはかなり以前よりも帯域が広く設計されておりますので、思ったほどその狭さというのは感じられないと。実際目隠しテストしてもおそらくわからないのではないかというぐらい、低域も高域も違和感なく聞けるというのが今時の真空管アンプではないかというふうに考えております。次の矢印、そのうち多くの人は若い頃自作して限界を感じる。で、一つのタイプとしてですね、若い頃は、今回のチンクチェントさんもそうなんですが、実は真空管アンプ流行ってたし、自分でも作ってみたよという経験を持ちの方もいらっしゃったりするんですね。で、その後、やはりトランジスタアンプがいいよということになったという経験をお持ちの方が意外に多いんですけれども、私の想像なんですけれども、おそらくその自作した頃っていうのは学生だったりして、あまり高価な部品というのが入手できないと。おそらく、まあ出力トランスも設計が古いということに加えて、コンデンサー類含めていい部品というのが入手できなかったということで、なかなか納得いく音が出なかったのではないかというふうに想像しております。続いて、データ的にはともかく音楽を楽しく聴けて魅力的な音になる場合が多い。この音楽を楽しく聴けてっていうのがですね、ある評論家はオーディオのイベントで、真空管アンプは表現としては色気のある音がするというふうなことをおっしゃられていたことがありますが、私もまさにその通りだと思います。なぜそうなのかというのも、まあいろいろ理由が言われているようなんですが、それについて話しますとまた別の動画ができてしまいますので、今回は詳しく話しませんが、長く聴いていたいな、音楽が楽しいなと思わせるような特徴を持っていることが多いというふうに私は思っております。次のページ5、想像通り相性がとても良く、スピーカー手放すのをやめアンプを預けることに。まず最初に聞いたリンの DSM とエラックのメインシステムはとてもバランスが良く、完成度は高かった。かっこオーディオ的な伸びしろはあり。で、まずですね、真空管アンプを組み込む前に現状に近い音ということで、普段はバイアンプで聞いているそうなんですけれども、今回はまず DSM1 台というのとエラックの組み合わせで聞かせていただきました。部屋が吹き抜けで壁が木製ですので、響きがとても良く、クラシックなどもとても気持ちよく聞ける、かなりバランスの良い完成度の高い音というふうに印象は持ちました。一方で伸びしろありということは、これはもうオーディオ的にアクセサリーやケーブルなどなどを工夫すればより細かい点で伸びしろというのはあるんだろうけれども、現状でもバランス的には満足できるというような音であると感じました。続いて、リンの DSM でスペンドール BC2 の組み合わせはやや膨らんだ少し古臭い音に。これがちょっと不思議だったんですけれども、先ほど申し上げました部屋の特性なのか、響きが比較的多いということもありまして、一般的にはクラシック再生に最適と言われるスペンドール BC2 というのと組み合わせますと、ちょっと膨らみすぎた、響きすぎというような印象がありまして、どちらかというと少し古臭い音というふうに感じました。続いて、当チャンネルでもたびたび紹介の我が家のエース
2A3ロフチンホワイトをつないだところ予想以上の効果に、当チャンネルではたびたび空気録音などで登場しております私の作ったアンプの中ではエース級なんですけれども、 2A3 ロフチンホワイトというアンプがあります。これ真空管アンプご存知ない方に少し説明いたしますと、 2A3 というのは真空管の種類でして、出力管と言われる大きいサイズの真空管なんですけれども、 2A3 に関しましては直熱三極管という出力管としては一般的に人気の高いものなんですが、一方で出力がやや小さいと、シングルアンプですので 2.5 から 3W 程度しか片チャンネル出ないというような出力管で、これはもともとアメリカの RCA が開発した真空管です。でロフチンホワイトというのはですね、これはもう回路を設計した方の名前だったかと思うんですけれども、一般的にはですね電圧増幅管というややサイズの小さい最初に増幅していく真空管と出力管の間にカップリングコンデンサーというコンデンサーを挟むんですけれども、このロフチンホワイトという回路につきましては、そのカップリングコンデンサーを使わない直結するという方式であります。コンデンサーを一つ飛ばすことによって非常に素直な音になるという風な定評があります。でこちらをつないだらですね、しばらくこれは稼働してなかったので、最初ボケボケの音で鳴らし込んでいかないとダメかなという風にも思ったんですが、つないだ瞬間ですね、いつもの実力あるいはそれ以上の効果を出したという風な印象を持てました。続いて玉転がし RCA2A3 括弧閉じも楽しむ。先ほど2A3 という出力管がアメリカの RCA で開発されたという話もいたしましたが、その開発元の RCA の 2A3、 こちらも持参いたしまして、もともと普段使っておりますソ連製ソブテックの 2A3、 こちらと聞き比べてみたんですが、見事にこちらもですねすぐにその音の違いが分かりまして、我が家で試した場合は RCA の場合はですね少し地味な音というのが一般的にも言われているんですが、そういう印象になるかなというふうに思ったんですが、今回のミニオフ会で試したところ、ソ連製のソブテックよりもキメの細かい音というのが出てきまして、オリジナルは結構もう今やプレミアがついて結構高価なんですけれども、まあ高いだけのことはあるよねと、ヴィンテージ感ってやっぱりいいよねというような教科書通りの結果となったということでありました。続いてあまりの結果の良さにスピーカーを手放すのをやめ、しばらくアンプを預けて聞いてもらうことに。でこれはですね、今私のシステムでは 2A3 ロフチンホワイトにつきましてはシステムに組み込んでおらず稼働してない状態でしたので、少しお貸ししてですねさらにじっくり聞いてみていただこうということを考えました。幸いその申し出には快く承諾いただきましたので、持参したアンプは預けて帰りました。ただし高価な RCA2A3 については持ち帰りまして、ソ連製の出力管というのをお貸しいたしました。次のページ6まとめ。長く使ったイギリス製のトラディショナルタイプのスピーカーを手放す相談を受けた。具体的にはスペンドールの BC2 と、これも当時は非常に名機として絶賛され、クラシック再生に非常に効果が高いと言われたスピーカーであります。続いて理由を聞くと、エラックの小型スピーカーをリンの DSM でバイアンプ駆動が成功しているとのこと。エラックとですねリンの組み合わせっていうのは私が見てもですね今時の組み合わせとしてはなかなかいけてるんじゃないかなというふうに思いますし、さらにリンのメインアンプを1台加えましてバイアンプで鳴らしていると、まあそれが成功しているので昔から使ってきたスペンドールについては手放したいという話でありました。続いてイギリス製のスペンドールは真空管アンプと相性が良いはずと考え、ミニオフ会をすることに。手放すのは少し待った方がいいよというような話をですね言葉巧みに持ちかけまして、この際真空管アンプに開眼させてやろうという魂胆を持ちましてミニオフ会を提案いたしました。続いて実際に繋いでみたら予想以上の好結果で、しばらくアンプを預けることに。ミニオフ会の冒頭でですねリンとエラックの組み合わせっていうのが非常にいい感じだったので、これはちょっと負けたかもしれないなというふうな思いが少しあったんですが、実際に繋ぎますと私もびっくりの非常に相性がいいという読みがピタリと当たりました。2人とも全く同意見でありました。またその効果はすぐに感じられました。最後に続編として空気録音の動画を公開予定です。ということでその場で空気録音もしてまいりましたので、続編的な別動画として空気録音の動画についても公開していこうというふうに考えております。
今回の動画は以上となります。